皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。この前ですね、ある生徒さんが、ツインペダル、ツーバスにチャレンジをしたいということで、こうレッスンでおっしゃってくれて、あ、やってみましょうということで、こうドラムセットに座ってこう足を動かし始めるわけなんですけど、もちろん初めてなんでなかなかこう足を動かそうと思っても、上手にこうどこどこできないんですよね。そう、そのレッスンである体の動かし方を、2点かなお伝えしたら、本当に5分ぐらいで、動きがめちゃめちゃ改善されたので、その時のその生徒さんのビフォーアフターの動画を見比べながら、その体の動き、こういう風に動かしたら、ツーバスを始める時に足が動かしやすくなるんじゃないかなっていうご提案をさせていただこうと思うので、初めて、ツーバスにチャレンジしたい、これからツーバスにチャレンジしたいなって思う方は、どうか最後までご覧ください。ということで、その時の生徒さんの動画をまず、見てみます。これでもよく踏めてるんですけどね、初めてやの。はい、こういう感じなんですが、もちろんこれでもどこどこ踏めてるんですけど、ちょっとしんどそうなんですよ、やっぱり。もう一回ちょっと見てみると、この足がね、ちょっとチューブラリンになってるような状態で、足首がね、ちょっとこうおいでおいでしてるみたいな、なんかそんな動作。だからこの太ももとか、足のこの辺りですかね、がちょっとやっぱ疲れそうかなっていうような感じの動作なんですよ。そう、なんかこういう感じですね。足ちょっとね、こうチューブラリンに足をちょっと浮かしてる状態で、足首をこう下にこう下げてる。でこの時はね、結構ね、こことかなんかこの辺りかなが結構やっぱ疲れてしまうかなと思うんですよね。でこの動きを改善するために、2つ、ご提案させていただいたんですが、まず1つが、椅子の座り方なんですよ。椅子の座り方で、これは他の動画でちょっと詳しく、解説しているので、よかったらこっちの動画を見ていただけたらなと思うんですが、このお尻のところをこう触ってもらうとですね、座骨っていう骨があるんですけど、この座骨を立てるように、この椅子に立てるように座るっていうのが、基本姿勢というようなことですね。でこの座骨がこの寝てしまうとものすごく腰に負担がかかるんですよ。でものすごく腰に負担がかかってる状態で両足を動かすと、やっぱ結構ね、こう腰を悪くしちゃうというねことなんですね。で足ってね、やっぱすごくこう重たいんですよ。こう体の部位の中でもこの足ってすごく重たいんですね。でこの重たい足を2つ、この腰が曲がった、この腰に負担がかかった状態で2つを上げ下げすると、もうすごいんですよね、この腰にかかるダメージっていうのが。だからこの腰にかかるダメージをできるだけこう少なくするために、座骨を立てて、ちょっとお尻をプリッと出して、座る。まずこの座り姿勢っていうのを、まず第一にこうやってもらったという感じです。そして2つ目、これは僕がちょっと変わってみますねって言って、変わってみて、やってみた動画なんですが、ちょっと楽そうな感じがしないですか。でこの動作が一体どういう動作かというと、つま先をね軸にしてるんですよ。もう一回ちょっと見てみると、このつま先の位置はねあまり変えずに、かかとだけ上げ下げしてるような動作になってるんですね。そう、つま先の位置が変わらず、かかとを上げ下げしてる動作、つま先がペダルから離れてしまうとこういう状態なんですよ。これ今僕の上半身こうちょっと後ろに倒れそうになってるという、この足のね、この支えるところがなくなるので、うってこう重心がやっぱ後ろに倒れようとしちゃうんですね。こうなのでつま先は基本離さない感じですね。でこれよく、ある誤解というかなんですけど、足を上げた時にこの B ターンも一緒に離さないといけないと思っちゃうんですけど、こういう感じでこうなるんですけど、これ足を上げた時にビーターがこうやって離れるような動作になると、この重心がう足を足ごと持ち上げてるような感じになるんですよ。なので足を上げた時にはまたこの、ビーターをつけといて、それで、かかとだけ上げ下げする
動作をまず試してみてください。まずこのビーターをつけたまま、これを動かさずに、かかとだけ上下するという。でこの時意識してる動作っていうのが足首だと思うんですよ。足首を上にヨーンと上げるような動作でこのかかとを上げると。でそうするとつま先が軸になって、かかとだけ上げ下げするような感じなので、足がね軽く動かせるようになると思うんですね。つま先が離れてる状態だと、足ってなんかすごく重たい感じがするんですけど、つま先が下について足首を動かせれると足ってちょっと軽くなったような気がするんですよ。こうそう、まずこの動作を、片足ずつできるようにして、でそれを同時に、ジャンプするような形でやってみると、こう足ごと持ち上げるとこういう感じなんですけど、足首を使ってジャンプすると、このジャンプの動作を交互に繰り返しているのが先ほどの動作なんですね。こうということなんですよ。そうで、この、2点を、お伝えしたら生徒さんの動きこういう風に変わりました。めっちゃ楽そうじゃないですか。このビフォーアフターの動画、この 2つのところを見比べると、最初の方の動きはこれなんですよ。ちょっとしんどそうなのがこっちが、足が軽くなって楽そうに見えると。でまずこれがね第一歩かなと思います。この時はもう本当にこうやり始めの、第一歩の動きとして、この感覚をつかんでもらったという感じなんですね。そこからのステップとしては、この時も少しやってたんですけど、貧乏ゆすりをして、このビーターを弾ませれるようにすると。この貧乏ゆすりを、組み合わせると、早いどこどこになるんですね。こうというふうな感じなんですよ。この貧乏ゆすり、片足ずつ弾ませてるものを、ガチャンと組み合わせれたらやりやすくなるんじゃないかなと思います。で、最後にちょっとお伝えしたいことがですね、実はこの生徒さん何を隠そう、67歳の方なんですよ。67歳の生徒さんが、ある時、僕のレッスンの時に、先生と、私今年で67になりますと、70歳になるまであと3年で X のサイレントジェラシーっていう曲を叩けるようになりたいんですと、先生いけますかっていうようなことをレッスンの時に言われたんですね。で僕はどう答えたかというと、いけますとやってみましょうということでこの日のレッスンをやったんですよ。僕はその時にもうすごく勇気をもらって、もう逆にもう僕の方がもう何歳になっても自分のやりたいと思ったことはもういくつになってもチャレンジしようと思えた時だったんですよ。そう、これからドラムを始める、ツインペダルをツーバスを始める、激しい曲をやるってなった時に年齢が気になっちゃう方っていうのはやっぱり多いと思うんですよ。そうで、もちろんこの生徒さんも、67歳からの、挑戦なんで、第一に怪我しないようにっていうことが、一番大事だと思ったんで、だから動きとしてこう椅子に座り方、足の動かし方を怪我しないようなこう楽に動かせるような動かし方で、ちょっとずつねこのスピードを上げていくような、プランを組んでというか、それでひとまずやっていきましょうということで、レッスンをスタートさせたわけなんですけど、僕の生徒さんでも、50代60代の方もいらっしゃいますし、YouTube のコメントとか生配信とかでもそうなんですけど、50代からドラム始めました、70代からドラム始めましたっていう方いるんですよ結構ね。で年齢がねどうしてもこう引っかかっちゃう人っていうのは多いと思うんですよ。こうこれから新しいことをチャレンジをするってなった時に、もう自分はもうこの年やからもうやってもなかなかうまいことならへんってこう思っちゃう方っていうのはなかなかねこうチャレンジをしようと思えなくなってくるかなと思うんですが、でもねやっぱり非常にこう生意気なことを言ってしまうんですけど、この思い込みっていうのはやっぱり行動とか
習慣になってしまうので、だから自分はもう無理だって思い込んでしまってると、自分がこう練習してても絶対やり遂げれるっていうモチベーションがやっぱ出てきにくくなってくると思うんですよ。67歳の方が、まあ、これから新しいこの曲にねチャレンジをしていくということをお伝えして、で全然遅くないよということをやっぱお伝えしたかったんですね。ツインペダル、この激しい曲でもいくつになってもやりたいと思った時にやるのがやっぱ一番いいと思うんですよ。やりたいと思った時に年齢がその諦めるきっかけになってしまうのはやっぱ非常にもったいないと思ったんで、これから僕の生徒さんでこういうチャレンジをするという方がいるということを、まあ、ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思って、まあ、今回はこの動画を作らせていただきました。はい、ということで、まあ、僕の生徒さんのこの、まあ、成長、もしかしたらこう叩いてみた動画3年後に、出しましょうっていう話をしてるんで、出せるようになると思うので、はい、今後のね展望を期待しててください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。